シレトコ半島沖で消息を絶った観光船事故で、今日新たに3人の男性が発見され、死亡が確認されました。今日午後4時過ぎ、シレトコ半島の東側ラウス町の沖合で、海上自衛隊の護衛艦が2人を見つけました。また、午後5時半ごろには、2人が見つかった場所からおよそ900メートル離れた海域で、同の漁業取締船が1人を発見しました。 3人はいずれも成人男性で、車里町の施設に運ばれましたが、死亡が確認されました。海上保安庁は、3人は観光船の乗客か乗員と見て身元の確認を急いでいます。